あとそう、孫見してやれよとかさ、すげえ言われんの。俺ん友達にさ、よっちゃんっていうのがいいんだけど、あいつなんか大した人生歩んでねえくせに、やたら上から目線で、おめえもさ、もう32なんだからさ、親に子供でも見してやれよとか言ってくんのね、あいつ。クソみたいな人生歩んでるくせに、あいつ。なんで一番、仲間をして一番人生うまくいってねえやつに、俺やたらアドバイスされんの。おめえさ、親によ、こうこうしてやれよみたいなこと言われるわけよ。クソうぜえだろ、よっちゃん。俺すげえ、喧嘩になるの。食い物屋とか行くと。あいつね、俺の友達のよっちゃんってやつが、なんかさ、やたら食い物にうるせえんだよ。食い物にうるせえやつって嫌じゃない？別に本人が楽しんでる分にはいいんだけど、やたらその飯食い行った時に、ここのあれは、あれだからさ、お、こ、あの、お、あ、マスターしかもあいつね、居酒屋とか行っても店員のマスターって言うの。もうその時点で寒いね、俺的には。また始まったよ、こいつ。なんかそのクソみたいなうんちが始まったよ。俺露骨に嫌な顔すんの。マスター、ここの、塩はさ、この岩塩はどこのやつなんですか？みたいなさ。もう嫌なの、もうそれが。いっつもそれで俺が、だからもう最近言ってんの、おめえと飯食い行きたくねえ、つって。喧嘩になっからって。俺何食ってもいいんだよ。で、うまいもんは食いたいけどさ、なんか、で、彼女とはさ、なんか昔とはローリエと月桂樹で大喧嘩して、すげえ空気悪くなってたし。折れてやればいいじゃん、そんなの。あ、そうなんだ、ローリエって言うんだね、みたいな感じで言えばいいのにさ。もう絶対負けないんだよな、さ、食に関しては。食に関してはマジで負けない。まあでも面白いんだよ。そういうなんかさ、揉め事がねえとよ。なんていうのかな。面白くねえというか。円満で言ったらやっぱ友達関係もなんか、刺激が足んねえんだよ。また万引きしたのかよ、ち、その万引きの話の方が、全然やばい話だからね。酔っ払った勢いでさ、一番自分の家の近所にあるセブンイレブンに、のエロ本パクって次の日捕まったっていう。え、土下座して許してもらったし、本当に許してくださいって、働いてんのにもかかわらず。そっちの方がよっぽどやべえ話じゃん。いい大人だよ。25、6になってさ、酔っ払った勢いでさ、おい、エロ本万引きしに行くべって言ってセブンイレブンで万引きして。しかもさ、次の日覚えてなくて、同じセブンイレブンに行って、なんていうの、現行犯じゃねえのに逮捕されたからね。逮捕ってからか裏連れてかれて、おめえ昨日万引きしただろみたいなこと言われて。普通、ああいうのってさ、OL、なんていうの、おば様とかさ、高校生とかじゃん。26の一番さ、ピッチピチの男性が、土下座したって言ってたからな。土下座。でもガキのところの話だよ。本当に。ちっちゃい頃の。お酒の席のまああれはさ、ちょっと待って、なんか電話だ。友人から なんだろう、ちょっと待って、出ていいか一瞬。ねえ、よっちゃんじゃない、よっちゃんじゃない。最近鼻水がマジやばいんだよ。もしもし？今俺配信してるわ。何した？あ、じゃあもう切るじゃな。また、終わったらかけるわ。じゃあ終わったらかける、終わったらかけるわ。今違う、まっちゃん聞いてくれよ。よっちゃんの悪口でもう大盛り上がりしてるから、ちょっと待ってくれ。もうちょっと言わせてくれよ。お、あいつが若い頃にさ、セブンイレブンで万引きして捕まった話、今暴露してっから。おう、全部すっから今。おめえの話もすっから。おめえがせっちゃでパクられた話も今からすっから、待っててくれよ。ちょっと待って待って。また後でかけるわ。じゃあね。後でかける、後でかける。じゃあね。珍しいな。あいつがなんか、俺だけなんだよ、だから。まっとうに生きてるやつは。偉そうな顔してさ。みんな家庭持ったからってなんか偉そうにしやがってよ。でさ、俺さ、男性に共通してるのかどうか知らないけどさ。あれなんでさ、女の前でいい格好しするんだろうね。なんかね、昔話 NG なんだけど、みんな。奥さんとかの前で昔話 NG なんだよね。あれなんなんだろうね。昔話 NG。
恥ずかしい、あとさ、なんか、呼び方変わるんだよ、みんな。普通に男だけで遊んでるときはさ、じゅんちゃん、じゅんちゃんってみんな、言うんだけど、彼女の前だと、おい、じゅんってみんな言うんだよね。あれ、なんだか聞きながら、もやもやすんだよ、俺すげえ。別にいつもと一緒でいいじゃんっていうさ、それ隠して付き合ってたらめんどくせえじゃん、逆に。男同士でさ、遊んでるときはさ、未だにおしっことかをビヤーって掛け合ったりすんのね。そういうノリを隠して付き合うのってさ、もう俺限界があると思うんだ、いつか。5年黙ってたらさ、黙っていれば黙っているほどさ、その嘘って重くなるでしょ、姫事って。最初に言っちゃえばいいじゃん、もう。でさ、そのさ、今電話来たね、まっちゃんっていうやつも、俺の友達いるんだよ。家がね、尋常じゃないぐらい汚かったの、本当に。カビまみれで、ね、なんか高校卒業してから住んでた家があるんだけど、まっちゃんが。で、地元のヤンキーが、友人、まっちゃんの友、でも勝手に家行っていいっていう流れだったのね、いつも。まっちゃん家はいつも、誰でも入っていいっていうのが、その地域でどん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 浸透してって、知らねえやつも勝手に、タバコ吸いに来るみたいな、溜まり場になってたわけ。悪の巣窟だったわけよ。本当に。諸悪の根源みたいな感じだったの。そこに来たさ、ヤンキー、いつもさ、ゴミみたいな場所で、タバコ吸ってるヤンキーが、わーって来た時に、まっちゃん家入った瞬間にカビ臭くてゲロ吐いたの。いつもさ、ゴミ捨て場とかさ、倉庫裏とかの、ホコリまみれのところで隠れてこそ泥みたいなさ、ゴミみたいな場所でタバコ吸ってるやつが、ここだけは吸えねえつって。ゲロ吐いたからね。玄関に、二年前のスイカが腐って、ウジが湧いてて、その匂いでゲボ吐いてたからな。しかもあれだよ。家を掃除しない理由が怖いって言ってた。虫が怖いって言ってた。ゴキブリが怖いって言ってた。ほんでさ、そいつ実はさ、カラスが、巣作ってんの、外にベランダに。なんか夜寝てたらさ、バサ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 ってうっせえなと思ったら、カラスがさ、20匹ぐらいさ、そいつのベランダで巣作ってやがって。最近よ、巣作ってんだよ、あいつ。本当に悪いカラスだぜ、とか言ってて。あれ、たまんねったわ。カラスと共同で住んでたんだよ。いや、そこまで話さなくてもいいけど、俺ちょっと部屋の片付けするの苦手なんだよね、とか言えばいいじゃん。違うんだよ。俺、潔癖症なんだよね、ってカラスが言ってたらしくて、前まで。俺、潔癖症なんだよね、とか言って、前までの彼女。俺、ちょっと片付けられないんだ、とか言っときゃいいのにかかわらず、俺、潔癖症なんだよね、って言ってて。んでさ、彼女が泊まりに来る前日とかはさ、もう、大掃除なわけ。大掃除。まあ、男ってさ、いい格好しいなとこあるけどさ、極端なんだよな。極端。髪の毛切ってさ、自分で髪の毛切ってるわけよ。そのさ、髪をさ、風呂場に溜めて、風呂一面髪で埋まってんの。やばくない？風呂場の浴槽が紙で埋まってんだよ。そんでさ、端と端ちょっと絵で説明するわ。俺ね。俺ほんとに嫌だったんだけど。風呂場ってさ、メモじゃねえな。俺マジでほんと、それだけは本気で嫌だったんだけど、風呂場ってこうあってあるじゃん。でも浴槽でさ、まあ、真上から見たつな。で、ここに水溜まるじゃん。こうやって水が。で、ここ髪の毛まみれになってるわけが、つって。で、こことここに足乗っけて、こことここにこうやって足乗っけてシャワー浴びなきゃいけないの。こういう状況でさ、シャワー浴びてたんだよ、こうやって。ユニットバスでこっちうんこまみれだから。こことここに足乗っけてさ、バランスよくさ、俺風呂入んなきゃいけなかったの、友達んち行った時。マジで汚かったよ。で、それであまりにも汚いって話したら、分かった、じゃあ、外配信しろって言われて、俺人生初めての外配信は、そいつの家の汚さをみんなに届けるって配信したんだもん。今から何年前だろう。もう随分昔だけど。なんか多分配信で上がってるから、参照してください。いや、最近だからさ、いい嫁さん見つけたわけよ。そういうの全部ね、分かってくれる嫁さん見つけてさ、マジで、もうあれはもうほんと大事にした方がいいよ。すごいね、まっちゃんは、ね、部屋の片付けとかが苦手だから、つって。ほんとにね、もう太鼓判を押せるような。
いい嫁さん。見つけたね。多分だからさ、それでいい影響、付き合い始めてから人が変わって、それなりに掃除するようにもなったし、汚らしくなくなったんだよ。本当に。前までね、俺、あいつが家、その友達が家来ると、絶対非常識なことするから、常に見張って、鼻くそとかほじって、俺の家で俺が見てるのに鼻くそほじって、あの、カーペットにピアってつけたりしてたの。おい、なんでおめえ今そうやって鼻くそつけんだよ、つって。もうそれが自然になってたの。あ、悪い悪い、俺家でいつもこうだからよ、とか言って。あの、ベッドベッド、ポテトチップスをさ、布団の上で食べて、ベッドベッドの手でさ、あの、チュパチュパって舐めて、そのままコントローラー握りとか、俺耐えらんないのね。友達仲いいんだよ。耐えられなかったの、本当に。で、言うわけよ。いや、まあ、じゃあお風呂入んなよ、つって。でもさ、それはね、俺に気遣って、いいよいいよ、純気にしないでくれ、つって。3日間とか入んねえで。あれ、ほんと切なかったわ。抹茶が来ると部屋が臭くなるから、ほんと嫌だったもん。すげえカビ臭くなるの、あいつが来ると。服はもうカビの匂いずーっとしてたから。で、それ友達みんなで、おい、まっちゃんに言ってやろうつって、なんかどっかの居酒屋で集まって、まっちゃん、俺、おめえのために言うけど、おめえ、カビくせえぞつって、本当にショックを受けて、一時期、ちゃんと部屋綺麗にしてたもん。でもね、もう今はすごい綺麗。お風呂も毎日入るし、部屋も綺麗だし、身なりもちゃんとしてるし。すごいね。素晴らしい人間になったね。チパチパはいいけど風呂入ったし、いや、チパチパやだよ。いや、脇も臭くなくなった。脇があったよね、完全に。全然臭くなくなった、脇が。治った。体質が変わったわ、多分。脇がの匂いが本当にね、してたんだけど、変わった。だ風呂入ってなかったんだよ、多分。あ、でも、奥さんには脇から脇側の匂いがするって言われたらしいけど、俺にはしなくなった。いや、変わったんだよ。腕枕してて、奥さんに脇側の匂いがするって言われたらしい。でも、ちゃんとだからね、人間っていうのは、やっぱ変わるんだなーって、本当に思うよ。30ってやっぱ節目だよね。この前友人のね、結婚式行ってきたんだよ。で、やっぱさ、みんなね、いいところの、まあ、なんていうの、ちゃんと中間管理職とかになってて。まあ、中にはさ、まだまだ定職つかずに旅してるやつとかもいるけど、いや、やっぱ立派になったよ、みんな。ね、奥さん、その結婚したやつのご両親に俺すげえ世話になってて、高校時代たまり場になっててさ、でね、勝手に家行って、もう時効だから言うけどさ、高校生がみんなでタバコ吸ってるみたいな、すげえ迷惑かけたのね。学校サボって、なんかそいつと女ナンパしに行くみたいな。で、当時はさ、まあ、悪いなと思ってたけど、そんな、誠心誠意謝罪する、ことはなかったんだけど、なんかこの前13年ぶりぐらいに会って、あ、加藤くん久しぶりじゃないって言われた時に、いやもう本当にあの時はすいませんでした、つって。ちゃんと正式に謝ったわ。でも、本当に、息子さん立派になりましたよねって何目線かわかんないけど、いや本当に立派になりましたよね、さ、そうなのよ、つって。いや、覚えててくれたわ。やっぱ人間っていうのはやっぱ30超えると、丸くなるというか立派になるね。友達と遊んでる時とかはさ、全然変わんねえなこいつって思うけど、その社会出た時にさ、その対応が違うよね。やっぱね、みんなしっかりしてるわーと思って。すごく気持ちのいい結婚式だった。こっちも。で、そいつがね、なんかね、親とやっぱ仲悪いっていうか、馬鹿にして、るような、テレ屋さんだから、ずーっと、そいつから親孝行とか、お父さんお母さんの、のことを褒めるような言葉って聞いたことなかったの。みんな誰しもするじゃん。いや、うちのお父さんもさ、いいとこあんだよとかさ、一回もなかったのに、結婚式で、この場を借りて、僕のお父さんとこんなこと言ったことないですけど、僕の最後の締めのセリフだよ。お父さんとお母さんに、本当に精神的に心からありがとうを言いたいと思います。ありがとうございましたって聞いた瞬間に、俺一人でブワーって泣いちゃって。なんかさ、すげえ、うわー、マジかよってなっちゃって、そんなこと言ったことないのにさ、マジでお前がそんなこと言うのかよと思って、両親とか全然誰一人、わーってみんな盛り上がってんだから俺一人号泣みたいな。あれほんと心きたわー。
あれは、来たわ。だってさ、もう14年ずーっと一緒にいてさ、しょっちゅう遊んでる友達がさ、そんなこと言うんだこいつと思って。あれ感動したね。いいもんだなと思ったわ。で、両親はやっぱ嬉しいっていうかさ、隠れて言ってたのかもしんないけどさ、そんな人前で言うのって恥ずかしいじゃん。